皆さんこんにちは、つるにぃです。はい、雷とかということで、おはようございます。めちゃくちゃ朝に、撮っているんですけども、ちょい前の動画でね、またチャンネル登録者数20万人を目指したいですという動画を出したんですけど、その時に告知させていただいたティッシュ配りの初日でございます。ということで見てください。1万個発注したんですけどね、もうこんなにも段ボールだらけ、段ボールだらけで、まあ部屋の中に埋め尽くされたわけなんですけど、今日から1週間1人でティッシュ配りしていきたいなと思いますので、張り切ってね、頑張っていこうと思ってるんですけど、この動画の趣旨はとある検証なんですね。あ、その検証が、底辺 YouTuber が1週間毎日ティッシュ配りしたら登録者は何人増えるのというわけで、至ってシンプルな内容なんですけど、まあ、僕みたいなね、流し入れてない YouTuber がティッシュ配りしても受け取ってくれない人もね、多いと思うんですよ。なので今日は1週間本気でティッシュ配りをして、チャンネル登録者が何人増えるのか検証していきたいと思います。まあ、もちろんね、この期間は毎日投稿中なんで、それの影響で増えるかもしれないんですけど、現段階でチャンネル登録者が192,594人でございます。ありがたいことにね、昨日つたけを出した日なんですけども、まあ、そこからチャンネル登録してくださる方がね、非常に多くて本当にありがとうございます。まあ、でもね、ティッシュ配りもおろそかにしてはいけないということで、今日がね、土曜日なんですけど、土日は基本的にお昼から夜まで配って、平日はね、夕方から夜まで配るみたいな1週間にしたいと思います。なので土日月火水木金土が最終日なんですけど、最終日はもう多分1日中配ります。そんな感じでね、早速向かいたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツーティッシュ配り、どうぞー。はいはい、ということで、お外にやってまいりました。ちょっとね、噴水がうるせえ場所なんですけども、ここちょっと人通りが多くてね、結構配れそうなんで、ここでね、ティッシュ配りしたいと思います。で、こんな感じでちょっと見てほしいんだけど、パンパン立てて、こいつをバックにね、配っていこうかなと思います。で、そういえば冒頭でね、ティッシュの中身見せ忘れたんですけど、今回配るティッシュが、こちらでございます。登録者20万人を目指します。ズルズル TV チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのティッシュを配っていきたいなと思いますので、早速いっぱい配っていこうと思います。というわけでね、早速配ろうと思ったんですけど、声かけてくれました。1人目、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうね、お気をつけて。ありがとう。なんかね、始まってから1時間くらい経ったんですけど、これが500個あるんですけど、100くらいしかね、多分配れてないんで、もっといっぱい配れたらいいなと思います。でも足止めてくれる優しい人とかいて嬉しい。ということでね、もうちょっとね、2時間経つんですけども、範囲定まってるとね、なかなか配りづらいんで、ここからちょっとカメラ消して必死に配りたいと思います。また節目で回そうと思うんで、よろしくお願いします。開始から6時間経ったんですけど、ようやく500個配り終わりました。ちょっとペース遅いね。ちょっとまたね、追加で500個持ってきたんで、後半戦も頑張りたいと思います。占い師のハトルさんに出会いました。うわ、何年か前に占ってくれたんですけど、その時に23歳でいい人生来るよみたいな言ってくれて、ずっと信じてんの。今何歳でしたっけ。今22なんですよ。うわ、来年。だからもうずっとうつうつしてる。また占ってくれるんですか。今日は僕とプラスアルファ魂の声が聞けるマジョリカ先生という方。マジョリカ先生。マジョリカ先生。聞きたいことがある。もうわかるんですか。とりあえずなんか気になることあったら聞くといいよ。まあやっぱちょっと恋人がやっぱ欲しいですね。恋人ってそこなの。はい、水瓶座でもすごく水瓶座感がめちゃくちゃ強いのよ。おお、なるほど。なんか水瓶座のその、ま、なんとなくやっぱテーマとしてあるのがコミュニティっていうか、はい、ま、自分のオリジナルは持ってるんだけど、その横とのつながりがすごくそこから広がっていくものがあると思うので、おお、うん、自分を、ま、表現するっていうのもそうなんだけど、たくさんコラボしていく中でなんか生まれてくるものってなんかありそうだな。演者としてはピカイチだと思うの。うわ、ありがとうございます。だから演者としていろんな、なんかチャンネルに出ていく感じの方が、はい、なんかいいんじゃないかな。うわー、なるほど。ファイト。やればできる。ということで8時半になりました。多分100個くらい配れたんで、今日はね600個で終わりでございます。まあ、最初すぎたんでコツとか分かんなかったんですけど、明日もね多分同じ場所でやるんで、朝早くからやりたいなと思います。というわけでまた明日トゥー。ということでやってまいりました、2日目。ちょっと今日はね1000くらい配りたいなと思っておりますので、本気出して頑張ろうと思います。やっていこう。なんと今ですね、ラッパーの方が声かけてくれました。ラブマスターです。ラブマスターかな。はい、ラブマスターです。お兄さんは YouTuber、 おいらは電動ステボーラッパー、戦争のない地球を。父親も取りに来ました。はい、これあげる。はい、弟の分と、はい、姉の分と、はい、姉の分と、
まあ、おいっ子の分とおいっ子の分とめいっ子の分持ってて、というわけで8時半になったね。今日のティッシュ配り終わりたいと思います。今日はね1000個目標に頑張ってたんですけど、800個くらいはね配れたと思うんですけども、明日からね平日なんで、ちょっと15時から8時とかちょっと5時間くらいどっかで配れたらいいなと思うんで、明日はちょっとね駅の方に行って人通り多いところで配りたいなと思うんで、というわけでまた明日ということで3日目でございます。3日目はですね名古屋駅の前で配りたいと思います。まあ、結構ね人通りも多いんで、いっぱい配れるかなと思うんで、早速やっていきたいと思います。ということで1時間経ちました。1時間経ってね、まあ、パンパンだったのが結構こんくらいいってるんで、まあ、今日はね結構順調なんじゃないかなって思います。まあ、駅なんでね人が多いんで、いっぱい配れたらいいなと思います。はい、というわけで3日目なんですけど、とりあえずパンパンに詰めてたねカゴは配り切ったんで、まあ、多分800くらいかなは配れたと思うんで、ちょっとね1日で1000がね目標なんで、まだまだなんですけど、明日もねちょっとどっかで配りたいと思います。では、というわけで4日目でございます。いや、もうだいぶねティッシュ配り慣れてはきたんですけども、今回はですね栄駅というね若者が多い駅の近くで配っていこうと思います。今日もやっていきたいと思います。というわけで5日目でございます。5日目 ?4 日目はよくわかんないんですけど、今日はね今までで一番人が多かった名古屋駅でちょっと配っていきたいなと思います。今日こそは1日で1000行きたい。よろしくお願いします。はい、というわけで6日目でございます。4日目5日目6日目は名古屋駅の前で配ってるんですけども、今日も元気に配っていきたいと思います。暑い。ということで7日目、 6日目、今日も京都で名古屋駅で配っていきたいと思います。今日こそは2セット配りたいと思うんで、頑張っていきましょう。というわけで最終日でございます。1週間もね今日で終わりということで、今日こそ目標1000を行きたいなと思いますんで、頑張っていきたいと思います。終わりました。はい、というわけで無事1週間終わりました。マジで疲れた。こう毎日ティッシュ配りしてて思ったのは、この昔見てましたとか、名前だけ聞いたことありますみたいな人がこう結構多くて、ティッシュ配りを通じて見てみますとか登録しますって言ってくれる人が結構いたんで、マジで効果あったんじゃないかなって思います。まあ、1週間やったんですけどね、まあ、1万個発注して、今ね、10個余ってるということで、5000個はね、1人で配りきました。素晴らしい。まあ、この検証、底辺 YouTuber がね、ティッシュ配りをしたら何人増えるのという検証なんで、早速計算していきたいと思います。まず、ティッシュ配りを始めた時の登録者が192,594人です。そして現在の登録者が197,024人。素晴らしい。ということで、すんごい増えたでしょ。すんごい増えたんですけど、まあ、これには理由がございまして、まあ、畑ウィークというのをねやらさせていただいたんですよ。はじめしゃの畑の皆さんと毎日コラボするっていう動画を出したんで、まあ、それの影響もね結構でかいということで、 YouTube にはねアナリティクスっていうね情報が見れる機能があるんですけど、それで畑ウィークの動画から増えた人を除いた数字が出せるということで、これが本当のティッシュ配りで増えた人数でございます。とりあえず今ね4430人増えてるんですけども、ティッシュを5000個配って増えた本当の人数は2030人でございます。まあ、これはね、畑の方のね、動画にも出させていただいたりして、チャンネルのリンクとかも貼っていただいたりしてるんで、まあ、それも踏まえてなんですけども、畑ウィークの動画から増えた分が2400人。で、それ以外で増えた人数が2030人ということで、素晴らしい。もうこれはね、本当にティッシュ配りの意味あったんじゃないかなって思います。なんで今回の1週間毎日ティッシュ配りは大成功でございます。ただね、まあ、5000個
余ってるっちゅうことなんで、さすがに家にあるのはちょっと邪魔。またゲリラ的にね、20万に行くまではね、どっかで配れたらいいなって思いますんで、よかったらね、インスタグラムのストーリーとかで、またその時は告知するんで、ティッシュもらいに来てください。ということで改めまして、チャンネル登録者20万に本気で目指しておりますので、あと3000人、もうこっからね、畑ウィークも終わって、自力で3000人増やすということで、こっからね、投稿頻度も高めで動画出していけたらいいなと思いますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、チャルバーン！